乗客乗員162人を乗せてインドネシア第2の都市スラバヤからシンガポールに向かっていたマレーシアのエアアジアの旅客機が現地時間のけさ早く消息を絶ちインドネシア政府などが捜索活動を行っています消息を絶ったのはインドネシアのスラバヤからシンガポールに向かっていたエアアジアの8501便のエアバス A320 型機で インドネシアの運輸当局によりますと、日本時間の今日午前7時35分にスラバヤを出発し、およそ2時間後にシンガポールに到着する予定でしたが、日本時間の午前8時17分に連絡が取れなくなりました。エアアジアによりますと、この旅客機には乗客乗員合わせて162人が乗っており、国籍はインドネシアが156人、韓国が3人、 マレーーシシアががが人、人、人ンンガポールが1人フランスが1人だとということです運輸当局によりますと当時、旅客機が通過していたカリマンタン島の西側の海域は悪天候でパイロットから雲を避けるために左に進路を変えるとともに高度を3万2千フィートおよそ9700メートルから3万8000フィートまで上昇,上昇させたいという連絡があった直後に 旅客機はカリマンタン島とスマトラ島東部のブリトゥン島の間の空域で消息を絶ったと見られておりインドネシア政府が軍のヘリコプターや艦艇を派遣するとともにシンガポール政府も軍の輸送機を派遣して捜索活動を行っています。 客室乗務員4人、そしてエンジニア1人の合わせて7人の乗員が乗っていたということです。2人のパイロットのこれまでの飛行時間は、機長が6100時間と比較的経験が豊かで、副操縦士は2275時間だったということです。また、この機体は先月16日に定期点検を受けているとしています。ホームページに掲載された情報によりますと、 エアアジアは2001年に赤字,を赤字を変えた前身の航空会社を現在の経営陣が買収したマレーシアの LCC ・格安航空会社です。地上での待機時間を短くしたり食事を有料にしたりすることでコストを削減し低価格の運賃で運行しています。2002年にはマレーシア国内を発着する一つのの路線だけで運行ししていましたが、その後、 東南アジア各国にグループ会社を設立し急速に路線を拡大しました現在はエアバス A320 型機を150機以上保有し80を超える都市を結ぶ世界有数の格安航空会社になっています今回連絡が取れなくなっている旅客機はグループ会社の一つインドネシアエアアジアが運航しています 乗客乗員162人を乗せてインドネシア第2の都市スラバヤからシンガポールに向かう途中に消息を絶ったマレーシアのエアアジア機の行方は依然分かっておらずインドネシア政府などは夜になったことから今日の捜索を打ち切り明日の朝から再開することにしています。消息を絶ったのは インドネシアのスラバヤからシンガポールに向かっていたエアアジアの8501便のエアバス A320 型機でインドネシアの運輸当局によりますと日本時間のきょう午前7時35分にスラバヤを出発しおよそ2時間後にシンガポールに到着する予定でしたが日本時間の午前8時17分に連絡が取れなくなりました。エアアアジアによりますと、 この旅客機には乗客乗員合わせて162人が乗っており、国籍はインドネシアが155人、韓国が3人、マレーシア、シンガポール、フランス,ス、イギリスがそれぞれ1人だということです。運輸当局によりますと、当時旅客機が通過していたカリマンタン島の西側の海域は悪天候で、パイロットから 雲を避けるため、左に進路を変えるとともに、高度を3万2000フィートおよそ9700メートルから3万8000フィートまで上昇させたいという連絡があった。直後に消息を絶ったということです。旅客機はカリマンタン島とブリトン島の間の空域で消息を絶ったとみられ、インドネシアやシンガポール政府による捜索が続けられましたが、依然として行方は分かっておらず。 明日の朝から捜索を再開することにしています。